はい。それでは、局域環境データサイエンスセンターの、特に、今年度の活動を中心にした報告をさせていただきます。センター長の門倉と言います。よろしくお願いいたします。はい。我々のセンターはですね、極域、北極域、南極域で、国立極地研究所を中心に、いろんな、研究観測データが取得されているんですけれども、そのデータを使ったデータサイエンスを推進するということを、が、ミッションとなっております。で、我々は2017年度からですね、センターとして立ち上がったんですけれども、その時に、どういったことをやっていくかということで、ここに示したようなですね、左側が極域科学のコミュニティ、極地研を中心にしたコミュニティで、右側が外部のコミュニティと、外部国際的、国内的なコミュニティで、その間をデータ関係の、橋渡しをするような、立場であろうということで、ここに示したですね、四角がありますけど、1番から7番までの各項目を、項目立てをしてですね、それについて、進めていこうということで進めてきております。それぞれの7つの項目についてですね、2023年度に行ったことを中心に報告したいと思います。第4期になりまして、この6年間で何をやるかということで、この先ほど言った7つの項目、どのように進めていくかという、選評を立ててるんですけれども、大体3年、第3期の間に、立ち上がって走り始めたところがありますので、第4期中は、基本的には継続してさらに発展させていくということを考えています。で、1番目のですね、統合データベースというのは、新たに我々が今開発を進めているところなんですけれども、これはまだ開発段階で、今年度の終わりには、運用フェーズに入れるかなということで今進めてきてますけれども、それ以外のところは、継続ということで、進めているところです。で、我々のスタッフ構成なんですけれども、私、門倉がセンター長で、研究スタッフがですね、今年度は、7名、特任研究員の方が前期のみでしたけども、外部資金で来ていただいて、7名ですね。補佐員の方が3名。で、兼務教員が、極地研からの教員の方が9名、兼務に入っていただいています。それぞれ我々教員は、もともとのベースは極地研究所の教員、スタッフでしたので、それぞれの分野ですね、中空とか生物とか地研とかですね、そういった分野の専門家でもあるわけですけれども、基本的には、我々ここはそういった各分野のデータの、データサイエンスを進めるということと、あと、共通な、課題に取り組むということでやってきています。だから特任研究員の方が、小斎さんと安倍さんですね。安倍さんが前期のみでしたけども、特に小斎さんには統合データベースの開発と、あと彼は宇宙船の専門家ですので、宇宙船データを使ったデータサイエンスの推進をお願いしているところです。あら、安倍さん、前期のみでしたけども、安倍さんには統合データベース開発と、あとユーモネットの中心メンバーでもありますので、そのあたりを中心にお願いしました。で、スタッフのこれまでの構成履歴ですけれども、ここにある2017年度から、今までですけども、今年度は、教員と、どういうふうにスタッフ数が変わってきたかということを示しています。で、これは今年度の予算何に使ったかということで、いっぱい分かれてるわけですけども、それぞれのそのデータベースとかですね、各で分野ごとのデータとかに費やした、予算を費やしたり、今年度は特に先ほど荒木先生のご紹介もありましたけども、国際シンポジウムを我々センターが中心に開催を進めたということで、これの予算、これに関わる予算も費やして、研究集会への参加、各研究活動への参加、それから共通の経費等を使ってきております。で、1番目ですけれども、まず統合データベースの開発ということで、AMIDA というふうに
そうしてますけども、阿弥陀って何だということなんですけども、まあ、阿弥陀くじの阿弥陀ということで、やってますけれども、まあ、極域のデータに限らずですね、非常に幅広い分野の、データを、特にメタデータをですね、メタデータベースを構築して、非常にユーザーフレンドリーな形で、各分野のいろんなデータを、まあ、検索し、可視化し、その実データへアクセスできるような、そういう新しい、いわゆるサイエンティストが使うというよりも、一般ユーザーが使うような、いわゆる YouTube とかですね、ああいった、非常にこう、ユーザーインターフェースの抵抗感の少ないものを作って、特に異分野融合的な研究が促進するようなシステムを作りたいということで、開発を進めてきております。で、今年度はまあ、開発を進めてきていまして、サーバー、運用用のサーバーの構築が終了しまして、あとはですね、これまでいろいろ開発段階で、様々なプログラムを作ってきた、したところの、整理が、最適化等ができてなかったので、最適化作業をして、運用に、実運用に向けた、現実的なですね、システムの整備を進めてきていまして、この我々のセンター内でのテスト運用を開始しています。で、センター内での説明会及び意見交換会を行って、まあ、さらにこういう、機能が欲しいとかですね、そういった意見も、いろいろユーザー側、センター内のユーザー側から、吸い上げたりしていてですね、まあ、局地圏内の公開を、まあ、とりあえずまずは局地圏の局域データを登録して、を進めようとしていまして、まあ、DS 施設内、局地圏内の公開をなんとか今年度末にはしたいねということで進めてきています。で、それからこれに関わる予算としましては、NII のこの、データエコシステム構築事業、ユースケース創出事業に応募しまして、小財さんが代表で応募しまして、採択されまして、今年度2年目ということで、これによって特任研究員の方を雇用できたということになります。それから、これに関わる、発表ですね、国内外の研究集会、シンポジウム等で、小財さんがやってきていただきまして、まあ、ここにあるのは、今回の国際シンポジウムでの、ポスター発表の、プレゼン資料ですけれども、ここまでまとまってきたということで、一番右下の方ですね、フューチャーディベロップメントとして、データマイニング的なテクニックも組み入れようというようなことも進めようとしています。それから2番目ですね、既存のデータベースシステムの総合運用化とか充実化を進めるということで、我々が関連しているところでは、学術データベースという メタデータシステムがありますけれども、まあ、これへのデータの登録を進めて、あとこれを通したデータへの DOI 付与というのも進めてきております。から UGONET、これは大学間連携システムですけれども、それの中心メンバーが我々のメンバーにいまして、各大学の関連メンバーといろいろ協議しながら、超高層部門ですね、超高層待機部門のデータの、メタデータベースの構築、運用を進めてきているとともに、それを用いた解析ツールの整備も進めてきてまして、今年度はメタデータベースの、スキーマがですね、新しくなったということで、これに対応したシステムの更新を進めております。それから、今まではIDL で 解析するためのツールを開発してきているんですけども、まあ、Python でも解析できるようなツールを、開発するということで、その開発を継続してきています。それからさらにですね、このシステム、UMONET のシステムに、DOI を付与、登録データに DOI を付与するような機能も追加したいということで、国内の関連機関と打ち合わせ調整を進めています。また、並行してですね、ワールドデータシステムのネットワークメンバーに入ったらどうかということを、国内の WDS の、関連の方から勧められてまして、それに向けた、
加盟申請の準備等をですね、進めています。それから毎年ですけれども、毎年2回ですね、講習会を行って、あと研究集会も行っています。講習会は各大学のですね、大学院生とか学部学生、実際このデータを使って解析をするような学生に向けて、どういうふうなツールの使い方が、まあ、できるかといったような講習会を行っています。はい、それから3番目ですけれども、各分野のデジタルデータの整備ですね、データベース化とか公開の促進ということで、我々に関連している、我々スタッフが関連しているようなデータを中心に、データの登録、データ解析、データベース化、公開といった作業を進めてきています。特にパンジーデータという大型大気レーダー、南極昭和基地にある大型のレーダーですけども、そのデータの公開システムがの開発が完了しまして、このページを、このウェブページを通して公開が開始されています。から地震、オーロラ、まあ、大型短波レーダー、それから、アイスキャットレーダーですね、それから宇宙船観測データといった各分野のデータの解析処理、データサイエンスの推進を、それぞれのですね、関連の国内外の、共同研究者と協力しながら進めてきています。特に宇宙船データ、観測データについてはいろいろ進展がありまして、信州大学あるいは山形大学との間で、まあ、そのデータのですね、基幹リポジトリへの登録とか、新しい解析手法の開発とかですね、も行ってきています。から宇宙船については、ロイスの戦略的研究プロジェクトに採択されまして、まあ、その課題の下で新しい解析手法、データサイエンス的な手法を用いたデータ解析手法の開発とか、まあ、新しい観測装置自身の開発等も進めてきています。これについて、この宇宙船については、ポスター発表4番で小澤さんから発表していただけるので、ぜひお聞きいただければと思います。からデータ出版5番目ですけれども、極地研の出版、ジャーナルのポーラーデータジャーナルというものがあるんですけれども、これを通したデータ出版というのを、に協力してきています。実際私が編集長で、かなおさんが、幹事というような形で、我々の貢献としては、その編集作業の支援とか、実データの登録とか、DOI 付与に、協力するという形で、今年度はですね、トータルで今まで7件の論文、データジャーナルが出版されて DOI 付与ができています。で、現在、出版待ちが1件あって、査読中3件ということで、大体年間8本ぐらいのデータ、論文が出版されて、データに DOI 付与することができるという状況にあります。それからですね、これは、6番目ですかね。6番目ですけども、国際的な、国際連携、国内連携という意味で、シンポジウムの開催とかですね、集会への参加等についての一覧で、2017年度から今までですけども、今年度は、特に第4期に入ってからですね、ロイスの、戦略プログラムのですね、国際戦略アドバイザーという、の招聘、に、申請しまして、昨年度は1人から今年度は3名の国際戦略アドバイザーの方に来ていただいて、いろんなアドバイスをいただいています。から、国際シンポジウムの開催に中心的に我々が関わっているということがあります。はい。それから、これが、国際シンポジウムの開催で、12月に開催された、国際シンポジウムですけれども、まあ、これについては、かなおさんがポスターで3番で発表されますので、そこで詳しくお聞きいただければと思います。から、戦略アドバイザー3名の方と、あと1名の方は、短期滞在の方も受け入れております。で、その方々からこういったですね、活動報告をいただきまして、例えばこのカシムさんという方は非常にこう詳細にですね、いろんな細かくて、非常に、サポーティブで、かつ、
建設的なですね、意見をいただいて、まあ、今後こういったことに力を入れるべしみたいな報告を受けております。それから、ロイス DS ジョイントですね、ロイス DS の酵母型共同研究についてですけども、我々のセンターの関連採択課題は、今年度は17件ということで、まあ、飛躍的に伸びてきてるんですけども、特に 治験関係の共同研究が増えたりしていて、まあ、これを通したですね、共同研究を通して、データサイエンスの、推進に、関わっていければと思っています。で、具体的な17件の課題名はこれですけども、今回のポスターでは、5番目ですね、北海道大学の関先生からの、発表がありますので、聞いていただければと思います。で、これに関連して、おとといですね、おととい、26、27日で、我々主催の研究集会、小さな研究集会を、開催しまして、酵母型共同研究の、課題、採択課題の方々に発表をいただいてます。で、18件の発表のうちの、14件が、ロイス DS ジョイント課題の方で、今年度の採択課題だけではなくて、これまでの課題で採択されて、成果が上がって、もう論文化されたようなものの発表とかですね、何年か経つと、さらにこう、深い成果が、非常に良い成果が上がっていて、まあ、かつですね、まあ、様々な分野の、そういったデータ関連の研究を、なんか俯瞰するような、形で、非常に、まあ、ある種、非常にユニークな研究集会が、継続して開催してきていますので、こういった研究集会の開催を通して、あと、まあ、共同研究を通して、データサイエンスの推進にですね、貢献していければと思っています。で、これは論文発表、口頭発表で、まあ、こういった成果がありますということで、これの、活動内容はですね、我々のホームページで全て公開してきていますので、ぜひご覧いただければと思います。ちょっと超過しましたけども、以上です。